ありがとう。負けられないな。やってやる。この敵なら。あいつが狙い目だ。シッシ、どれどれ。狙える。よし、あいつを狙おう。オッケー、行くよ。気合い入れていこう。よっ、甘いな。
し。遅い。行け、イザナギ。邪魔だってば。勝手に動くなって。ちょっと大丈夫？なんとかしなくちゃ。やってやるから。決めてみせる。あいつは任せて。みんな立ち上がれ。で、いよ。決めるぞ。すごいじゃん。くらえ。ピクシー。準備はいいな。ペルソナ。いざ、ジョーカー。決めちゃって、ジョーカー。この敵なら。待て、あいつが狙い目だな。オッケー、行くよ。任せて。ピクシー。いよ。無駄だ。覚悟しろ。すごいじゃん。勝手に動くなって。フォローを考えないとな。よし、あいつを狙おう。ガチで行くよ。私に行かせて。いいよね。で、いいよ。ザナギ。ピクシー。ペルソナ。私なら準備万端だよ。よし、やっちゃえ。やってやるから。決めてみせる。いよ。いけ、イザナギ。ペルソナ。ありがとう、助かった。ピクシー。さすがにほら、お黙り。大丈夫か？危険な状態のやつがいるぞ。大ピンチってやつ。あいつが狙い目だな。オッケー、行くよ。私に行かせて。いいよね。みんな助けるぞ。ペルソナ。ありがとう。ピクシー。ザナギ。あとは頼むぞ。
まだってば。いい感じ。すまないが、全力で行かせてもらうぞ。やってやるから。気合い入れていこう。行け、イザナギ。私なら準備万端だよ。竹葉さん、一気に頼む。行くよ。オッケー、行くよ。私が行くよ。何？決心。よっ。決めるぞ。うお、やるじゃん。やった、倒せたよ。バトンタッチも使っていけ。このチャンス、俺が行こうか。容赦しないかんね。終わりだ。やるな、ジョーカー。イザナギ。そっ、観念なさい。必殺の舞。終わりにしよう。倒しきれなかったか。カルメン。観念しろ。さすがだね、ジョーカー。ペルソナ。悪いな。よっ、覚悟しろ。すごいじゃん。今、総攻撃だ。お仕置きの時間。まだまだ強くなるんだから、ゆかり。あれ。およよ。そうじゃない。
ありがとう。映画館今まだろう。俺っちもついにスクリーンデビュー果たしちまったぜ。よかった、見つかって。君が光さんだね。はじめまして。みんなから話は聞いたよ。みんなあなたを探してた。無事でほっとした。ありがとう、心配してくれてたんだね。みんなすごく心配してたから。ところで君はどうしてここに来たのか思い出せないって聞いたんだけど。私気づいたら。大丈夫、必ず一緒にここから出よう。なんて来たばかりの僕が言うのも変かもしれないけど。それでアイギスの様子は？霧城先輩の見立て通り壊れてはいないようです。双葉、なんとかできねえか。そっち系は得意だろ。私ハッキングは得意だけどメカニックマンじゃないぞ。でもできることはやってみる。ちょっと見せてみてくれ。ではこちらへ。お願いしますね。どうだった双葉？それがヤバいパーツがヤバい技術で組み上がってて、そのともかくヤバい。全然わかんないけどすごくヤバいのはわかるよ。自動修復機能があるみたいで壊れた部分が勝手に治ってってる。どんな技術だこれ。オーバーテクノロジーすぎだろ。機能が正常に作動しているようだな。ひとまずは問題ない。消耗は激しいけどこの調子ならしばらくすれば回復するはずだ。そっか、こっちもよかった。すまないが、しばらくアイギスはここで預かってもらうしかなさそうだな。これで一安心だな。ありがとう。アイギスのことも含めて改めてお礼を言うよ。それで、君たちは…そういや、自己紹介まだだったっすね。八十神高校1年、克実幹事っす。1年？年下なんだ。実際には1年どころか、もっと年下かもしんないんだけどね。どういうこと？僕たちはもともと違う場所、違う時代からここにやってきた。まあその例外もあるみたいなんだけど。詳しい説明はおいおいするとして、僕たちが別々の世界から来たのは事実だ。そうか、わかった。受け入れるの早っ。ねえ、なんか君に近いものを感じんだけど。あー、わかる。てかうちのリーダーも近いとこあるわ。そういえばあなたも竹葉さんや伊織くんたちのリーダーなのよね。うん。ああ、そういえばまだ名乗ってなかったね。僕
よろしくね。それで君がここにいるみんなを引っ張っているんだよね。このまま引き続きリーダーとして僕への指示も頼めるかな。ありがとう。君に任せるよ。みんなもそれで問題はないよね。ああ、ここではこちらが新参者だ。彼らのやり方に習わせてもらおう。コロマルも賛成って言ってますよ。僕も異議はありません。さて、少し話を整理しないとね。僕と彼女について。君はみんなを知ってるけど、ゆかりちゃんたちは知らないんだっけ？うん、私が知らないのは彼だけのはずなんだけど。でも初めて見た時、彼が他人じゃない気がしたっていうか、うまく説明できないんだけど、すごく懐かしいような、そんな気持ちだったの。おっと、もしやこれは愛の告白？はあ、男ってすぐそういう考えになるよね。単純すぎ。しかし、こいつも彼女のことわからないんでしょ？もう手がかりゼロじゃん。お手上げ侍だわ。よくわからんが、青い服の人たちは本来会うはずがなかったと言っていたな。でも僕も彼女と同じなんだ。会ったことも話したこともないのに、どうしてかな。知ってるような気がして。それ私たちも同じなんだよね。みんな初めて会った気がしなくて。彼女の世界では特別課外活動部に僕だけいなかったということは、僕は彼女で彼女は僕とか。じゃ、いきなり何言ってんの？ふむふむ、つまりクマは美少年で、美少年はクマっていうのと同じクマ。なあ、話ややこしくすんな。私は彼で。一心同体っちゅうことくま。ヒューヒュー、お二人さん、お熱いですぞ。違う世界に生きる思春期の男と女、二人は決して巡り合うはずなどなかった。しかし運命のいたずらにより彼らは出会ってしまったのだった。おい、茶化してる場合か。それにこれはあいつらだけの問題じゃないんだぞ。あの青い服の人たちなら何か知ってそうだけど。ベルベットルームの方々ですね。アイさん。おい、体はもう平気なのか。はい、すっかり回復しました。ご心配をおかけしたであります。よかった、これでこちらのメンバーも全員無事ですね。失礼いたします。ご友人のカイユに歓喜しているところ申し訳ございません。何やら呼ばれたような気配を察知し、我々派生参じました。エリザベス、何か知ってるの？僕たちのこと。いいえ、残念ながら詳しいことは存じ上げませんが、あちら様がベルベットルームを通じてやってこられたということは。この事象には意味がある。意味のないことなど起きないですか？その通りよ。この出会いが必然なら、おのずとその理由も姿を現すでしょう。この出会いが必然。異なる次元から来た者たちが一つの場所に集った意味か。
正直私にはまだ理解できんが、これだけはわかる。この映画館から出るためにはここにいる全員の力が必要だ。もちろん君の力も。共に戦ってくれるか。ミツル先輩いい感じにまとまったな。これだけワイルドの素養を持った者が集まるとは、これもまた壮観ですね。うわっ、お前らいたのかよ。ちっこくて見えなかったぜ。誰がチビだ。口を慎め、この金髪ゴリラ。ああ、カンジ君、ゴリラってユキコちゃんみんなひでーす。静かすぎるほどの映画館でしたのに、皆さんがいらしてにぎやかになりましたね。これはリーダーの統率力が試されるな。囚人、仲間たちをしっかり束ねろよ。口では何とでも言えるもの、態度で示しなさい。新しく仲間も加わったんだ。映画の中に行く前にしっかり準備しとこうぜ。先ほどは解放していただきありがとうございます。アイギスさん、みんなと一緒に行くの？もちろんです。私も皆さんと一緒に戦うであります。でもまたあんなひどい目にあったら。アイギスのこと心配してくれてるんだね。ありがとう。私ならこの通り完全回復であります。いつでも出撃できます。じゃあ先にみんなのところで準備して、僕もすぐに行く。了解であります。アイギスさんやコロちゃんたちのリーダーなんだよね。うん、そうだよ。まとめるの難しくないの？そうでもないかな。結構楽しいよ。でもみんなすごく個性的で、普通とはちょっと違うよね。普通ってなんだろうね。僕の仲間は少し、いやかなりかな。それぞれ特徴的だからね。でも気になったことはないよ。みんな違って当たり前だし、僕だって順平から空気読み人知らずなんて言われたりする。みんなと違ったらおかしいって変な目で見られる。自分を否定する誰かのために自分を変える必要なんてないんじゃないかな。自分と違っても受け入れてくれる人は絶対にいるはずだから。でもそれでも私はごめんなさい。おーい、お前ら早く行こうぜ。皆さんお待ちであります。早く来ないと置いてっちゃうって陽介が言ってるくな。言ってねえよ。わかった、すぐ行く。うまく言葉にできないけど、今から僕たちがあの映画を変える、その結末を見たらまた話そう。気をつけてね。
つか。ありがとうございます。そうだね。
だな、囚人。マリーですか？そういえば、先ほど。ブラッディ・ブライド、あんたに似合いの女？バカ言わないでこのベールは誰にも剥がさせない。たとえこの身を捧げても、魂だけは売り渡さない。勘違いしないでよ、これは契約。私は運命に翻弄された呪われた花嫁。あんたに永遠を、呪いの印を。It's Guilty Kiss。心力を削り取るスキルでしょう。違う違う違う、何を勝手に。痛みと痛みと痛みを感じる罪深い、みんなギルティー。ちゃんとしまったはずなのに、なんで落ちてるんだろう。
どうした？腹が減った。お？いいか。プロテイン。ふう。何？おい。ああ、頼む。つうか、よし、やれ。
どうしたの？はい。なるほどな。それじゃ。はい。うん。Thank you.
でも。なあ。ねえよ。ちげえっての。
つか。そうそう。じゃあさ、あ、少し休憩したら行くぞ。